はい、皆さんこんにちは、タラさん、バボゾーです。そして高坂です。カノヤモです。はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございます。ということで今回は、公認キャラ、がしようかということでね、まあ、その他コラボ、はい、コランコラボのその他キャラの、評価と、ありがとうございます。いいよ、待ってました。大人気企画、はい、待ってましたということで、話したかったうるせえ、うるせえ、後ろからうるせえあの、まあ、結構キャラ多いですよ。そうですね、今回、まあ、コラボだしね、ということでね、うん、はい、ということで、まあ、まあまあちょいちょい見ていきますか。じゃあ、まずどうしようかな、まあ、いきなり言ってもいいけど、じゃあちょっと一回毛利小五郎からいくか。毛利さんはですね、まあどうなんですかね、まあ攻撃力高いんだよね。3万5000もらっていて、はい、で、まあレーザーブレーキラー M もお持ちですから、貴重だこれは。まあ、込み込みでいけば相当火力が出るんじゃないかと。7万はい、うん、いうことで、まあストライクショットもね、あの味方を動かして切り打ち込むというね、性質なんで、はい、まあかなり強いんですが、うん、まあいかんせんやっぱりウィンドリュン速壁っていうのがちょっとネックかなっていうところで、ね、あの不思議というかね、独特、うん、そうなんで、まあなんかちょっと使いどころが難しいかなと思っております、はい、はい、そんな毛利さんでした。まあこれね、簡単に連曲できるんでね。そう、簡単に連曲できるんでね、はい、はい、まあ軍曲の一つとしてはいいんじゃないかというところですね。じゃあ次はどうしようかな。じゃあ佐藤刑事、高木刑事いくか。佐藤刑事、高木刑事、これもまあ一応、まあ割と比較的まあ楽に軍曲できるやつ、まあログインしてればね、そう、うん、ってやつなんですけども、これなんとね、アビニベーシャ適正ですよね。アビニベーシャ、はい、多いですね、はい、アビニベーシャ適正ということで、そう、なんで、まあなんかそうやって簡単にね、作れる運曲で、まあね、合実適正だったら、もうなんか十分使い道はあるし、いいんじゃないかなというところで、比較的高評価です。ね、ネオともね、同族シナジーありますからね。はい、はい、っていうことで、こちらは。TP26 も、いけますかね。やっぱり、パンツのワーブブロックなんで。ああ、まあまあまあ、ギミック的には。いいのかな。でもまあ、でもまあ、ネオとね、一緒に連れていけば何でもいいから。まあ、爆発欲しいからって思うけど、まあまあ、しょうがないかな。そこまで求めるの。佐藤刑事、高木刑事。っていう感じで。まあ、あの今回の中で結構いい方だと思う。うんうんうん。ギミックはいいっすよね。そう。強い。そうなんですね。って感じかなと思いますね。はい。じゃ続きまして、じゃ警察学校同期いくか。警察学校、はい、これはまあ2つ追加されたやつ、多いな、射撃訓練の一緒のやつですね、うん、はい、こちらはですね、まあそうですね、まあ VT 見てもらえれば、うん、まあ面探偵ならピンとくるかもしれませんが、はい、ピンときました。浦原喜助です、実質ですね、はい、実質浦原喜助なので、ということはすなわちカウシリア適正と、おすごいね、豪絶適正もとめちゃり、そうなんで、うん、これもまあその使いどころがあるっていう意味でね、あの高評価よりかなと思っております。まあ友情もね、長段だし、まあ、そんなに腐りにくいのかなっていうところで、はい、清掃も良くないですか、これ、あのパワーね、 HP 削って、あのオールランチみたいなやつね、ね、はい、ケットシーのやつでしょこれ、そう、最後ケットシー弁財天、うん、なのでこれはまあこれも比較的簡単に作れるキャラにしては、優秀、そう、いい性能をもらってるのかな。犬山同説も一緒ですね。少しから持ってるところ、なんか犬山同説リスペクトしてるみたいな。じゃあちょっと6人目かな。同説入れんない。同説も入れてあげてくださいよ。はい、ということで、まあ今のもうこの流れで分かったと思うけど、やっぱこうアビリティ、ね、の対応で、そのなんか使いやすいか使いにくいかが結構はっきりしてる、まあそうですね、結構やっぱ、うん、でこの方々はちょっとトリプルアンチで、うんうんうん、はい、非常に使いやすそうですね。そうなので、その辺が結構濃いかなと思うんですけど、じゃあ怪盗キッドいきますか。お、来ました、注目の、はい、怪盗キッドですね、まあ、はい、こちらはですね、まあこのアビティ構成自体がやっぱ結構まあ貴重な、うん、そもそも貴重ということもありつつ、うん、まあ、まあ、乙骨合わせとかもまあ比較的できるのかなっていう、まあ、これ乙骨ワープで、実質乙骨、そうっていうところもあり、使いやすいのかなというところ、まあライバル的に言うとね、まあダメージウォール減速壁とかだと、まあヒュースとかね、うん、あとはまあワープ減速壁ラインだと、まあアビとかがまあライバルになってくるのかなっていうところですけども、ヒュース結構強いもんね。そうヒュース強いんでね、うんうん、でこれだとね、あの爆絶のステルツ&適正と、ね、いうことになるわけですよ。まあだからそういう意味でも、そうそう最近来たけどね、
そうそう、なんでヒルツァンドいいっすね。ヒルツァンド俺、串見たまでやっててさ、はい、あの、あいつマジゲージ外すと死ぬんよ。ああなるほどね。俺スタービーなんでね。いいじゃん、ヒルツァンド絶対いいじゃん。はい、きっと。で、まあ、SS もね、うん、変装するタイプ、お骨になるって書いてあるんですね。これ1周かな、1周分だね。はい、ということで、まあ、ジョニーターンっていうね、まあ、割と軽めに打てる変装ということでね。ジョニーターン、まあ、3ターンに1回お骨になれる自分のなんか手持ちのなんかガチャリの強いやつに、まあ、要はなれるっていうことなんでね、うんうんうん、はい、そういった意味では、ね、あんまなかったと思うけど、ね、はい、結構強い SS なのかなと思います。速殺とかいいかもこいつ、うん、確かにこれもだから高評価より、はい、さ、変装したやつが短縮ついてたらさ、はいはい、打ちやすくなるからね、ね、そうだ、変装結構万能だから、はい、はい、じゃあ次はじゃあどうしようかな。お、悩んだ結果、はい、バーボン行こうかな。バーボン、バーボン、バーボンのバーボンオンリーの方、はい、ということで常設ですね、はい、まあ、これもまあ結構、まあ、魔法陣ワープということで、まあなんかそんなにこう擦り倒すようなキャラではないのかなと思うけど、うんうんうん、ただまああの SS がね、あの弱点特攻、あの効果アップからの特攻 SS みたいな感じ、うん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 、で、実況化もありみたいな感じなので、まあ、弱点がそもそもね、まあ、倍率上がってるやつとかにはかなり強いのかなというところで、まあ、俺は、まあ、オドを運枠としてお勧めしたいかなという。オド、はい、なるほど。上手ですかね、うんうんうん、はい。というところですね。まあそんなところかな、これは。そんなところ。うんうん、まあでも使えるところはあるんでね。まあいい SS 持ってると思いますけど。そうだね。うんうんうん、はい、まあ、これもまあいわゆる常設なんで、はい、のんびりやりましょう。そう、のんびりやって運極になったら全然あの性能としてはいいかなというところですね。じゃああとはあの、じゃあお姉さん行くか。ベルモトさん。はい。お、僕の幼い好きなベロンそれ俺まだ分かんないけど、はい、ということで、ね、こちらはですね、まあそうだな、まあやっぱ SS かなというところですね、うん、変装 SS、 まあ、これ変装 SS、 そうだからこれコナンというコラボの中に変装 SS2 人いるっていう、うん、ところなんだけど、これはですね重いじゃん、若干18ターンで確かに切ったより重いですね。そう、ただその代わり、継続長いから、あの2周継続なんで、おお、2周継続いいよな。そうそう、俺だからビビったもん、使った時にあれ全然戻んねえけどと思って壊れたかと思って2周継続なんだ。そう、運枠がね2周、うん、ね、継続、そうそうそう、してくれるって結構強い、美味しいよのかなと思っております。で、まあアビリティというかその、まあ、対応ギミックは、うん、まあなんか使うときあるかもみたいな、うん、なんかそうそう、魔法陣原則ブロック、そうで、まあなんか何気にゲージ倍率保持とかもついてるから、うんうん、なんかそのね、物としては優秀なのかなと思うけどもね、魔法陣原則ブロックか、はい、今なんかパッと出ないな。そう、なんかやっぱそのキットと比べて反射だから、うんうん、なりたいやつになれる確率がちょっと低いかな、あの、うん、キットに比べたらね、うん、キットよりは低いかも。そうだねって感じですかね。全員同じやつだったらねまあそうだね、うん、はい、っていう感じですかね。これも、まあ、さっきのあたりよりはちょっと落ちるかなっていう、うんうん、まあ、あのアビリティの面でね、うんうん、とは思うけども、 SS がやっぱりちょっと独特なんで、その点が何か何か起こす可能性があるというところですかね。ありがとうございます、はい、じゃあ続きますか。じゃあもうあれ、もうあつま平時かな、平時とウォッチン、はいはいはい。じゃああれもあるよね、あのコナン&みたいな、あこれも一応その他枠なんで、はい、はい、これはまあな、ノービエ適正ということでいいですかね。いけますね、はい、ということで、これでもまあグロスフィアもらってますから、はい、友情コンボ、いやこれびっくりした、まあ、ね、これはかなり強いんじゃないかなと、まあ、この最近のなんていうの980円パックの中ではかなり強いんじゃないかと思わされる性能というか、うんうんうん、ね、まとまった性能って、なんかまあ SS もねいい感じで、友情も良くて、でマステも別に悪くないみたいな、やっぱ長距離防御弾ブラスト強いですよね、うんうんうん、両方いい組み合わせなんだよな、うん、そう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 、なんでこれは結構一押しトップクラスじゃないですかね、だと思いますよ、うん、だったら、はい、まあ、なんで余裕があればぜひ検討してくださいと、そうそうそう、見てもらってというところですかね。はい、で次はキルネイヤ差し込む、キルネイヤ、はい、じゃあ次は、あ、じゃあヘイジ行くか。ヘイジ、ヘイジはちょっと
もう、うーんって感じ。なんかもうちょっと、どこで使おうかなってちょっと悩んじゃう感じかな。アビタイオは結構特殊っすよね。そうそうそう。マインのところでって感じか。マインウィンド、そうそうそう。で、まあ、ビットブレイカーとかね、ますます結構独特寄りだなとは思うけどもね。はい、ということで。まあ、ちょっと俺の中では、まあ、さっき。優先度低め。そうって感じかな。はい。まあ、キラー刺さるところではなんかそうだね、キクオフォージ M とかね、まあ、一応マイマイムだし、うんうん、このぶっ刺さるところだったらもうガチャゲン超える可能性もあるかなある、そうそうそう、うん、っていうところかな、下も氷にしちゃ悪くないね、うん、なんだけど、まあ現状はちょっとそこまで活躍はって感じかな、はい、続きますか、もう最後かな、ジン残しちゃったけど、どうですかね、ジンは、まあ、光属性キラーとバイタルキラーが があって、で、まあ、ウォールボムと、で、あれですね、SS は、まあ、大号令、うんうんうん、でかつ、触れた時の防御力を一定期間ダウンっていう、SS ですね。ちなみに一定期間ダウンって、あれだね、そのなんか、もう打ったターンしか基本的には下がってなかったような気がする。うんうんうん、はい、ということなんですけども、どう、なんか、カタログスペック的に強く見える。強く見える。うん。うん、だって、降臨でしょ？そうだね。降臨でダブルキラーからの超ワープ。そう。で、俺もなんか強いかなと思って使ったけど、うん、なんかね、結構選ぶなって感じ。そのなんか、普段使いキャラではないからっていうね、うん、少なくとも、ね。反射だし、うん、反射ボールボムって結構難しいんですよね。そうそうそう。うん、なんか結局ちょっと気になっちゃうかなっていうところ。があり、スペックは非常に高いんだけども、うんうん、なんかそのホイホイ使うキャラではないなっていう印象だった、うん、まあだけど、まあ、運枠として、まあ、そもそもがまあ、ラックの、ね、スキルでね、超アンチワープなんで、うん、まあ多分、まあ、運枠一体連れてく、まあ、一人だったらね、うん、っていう感じだと、まあ、ガチャゲンとかだから、まあ、そんなになんかこう、うんうん、こいつを何回も入れるみたいな感じではないのかもしれないけど、うんうんうん、まあ、少なくともまあこれ簡単に使っても結構やっぱり打ちづらいし、ウォールボムはね、はいはいはい、そうなんで、そのまあ高難易度の運枠としてなんか使う時があるかもしれないって感じ。そうですね、やっぱこの殴り力に関しては普通にガチャに匹敵すると思うし、うんうんうん、まあ、SS やっぱりね、困ったら大号令ってやっぱおうちのおばあちゃんも言ってたんで、うん、昔から言われてるから絶対強い、うんうん、そうですね、なんでちょっと、まあ、まあ適当に使って強いというよりはかゆよりかはなんか刺さるところうん、でがっつり使うことがあるかもしれないっていう性能ですね。裏の24とかいけるんですかね、うん、幻想壁対応してるんで、そうね、はい、そまあ、ダメージ受けながら、まあ、キラーも発動、光属性キラーとバイタルキラーか、うん、まあ、活躍できるかな、ね、降臨キャラで、ね、もう属性キラーもらってる時点で結構もうおーって感じはあるから、そうですね、そうそうそう、うん、なんでガチャゲンまで入れちゃうとね、結構こう、結構キャラが強いんですよね、うんうんうん、アルセーヌ、キリト、シノダとか、うん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 、だけど降臨キャラの中で言っちゃうとやっぱりスペックは高いなっていう感じがしますね、うんうん、そこら辺のキャラ持ってなかったらかなり活躍しそうな気はします、うん、はい、まあ、でもね、そのコラボ直撃、まあ、その一世を風靡したメレームさんだったりとか、うんうんうん、あの辺みたいにワンを扱う感じではないっていうことですかね、うん、そうだね、なるほど、はい、まあ強いことは書いてあるけどその使い心地がそんなにしっくり、うんうん、俺はこの、まあ、普段使いというよりも本当にね、うん、がっつりなんかハマるところが来たらっていう、そうだね、まあ、もちろん好みの問題もあるだろうしね、うん、まあ、ボールボムはやっぱ強いは強いんで、ね、はい、やっぱ作っておきたいですね、うん、キラーが乗るボールボムね、はい、ということで以上になりますか、はい、山本さん一押し誰ですか、俺はでもね、まあそうだな、なんかやっぱちょっとキッドとか、うん、そうベルモットとかあたりはちょっとなんか変装系将来性が、まあ、もちろん普通に使えるけどなんかこうなんか役立ちそうっていう、うんうんうん、普通の SS じゃないからね、やっぱりそうですね、そうそうそう、なんでその辺の活躍度合いがあるのかなって思ってる、変装系は周りが強くなればさらに、そうそうそう、まあそうだね、腐ることがないと投げてもいいかなっていう感じですもんね、そうだね、うん、はい、そっか、怒るんじゃないのかなんてコルン、ね、それあれだろ、俺のなんか好きなキャラみたいな、コルンかと思ってコルンはもうまるで触れてないからコルンかと思ってそうかな、はい、ということで、はい、結構まあすぐ連れていきたいクエストがあるかどうかが、うん、今回のなんていうか
モンスターの、まあ、分かれ目なのかなと。コナン書を使うとしたらやっぱキッドとかですかね。そうだね、まあ、その辺が なんつうのかな丸く、うんうん、はい、なんか後々役に立ってくれそうって、うんうん、まあ、やっぱこの超究極の2人が一つ抜けてるかなっていう印象、ね、そうだね、その辺かな、ね、つけとくと、まあ、使うとなった時に、強く使えるという感じかなと思います。はい、ありがとうございます。まあ、もう期間もね、もうそんなに、まあ、1週間ないぐらいですけどもね、はいはい、皆さんぜひね、気になったらチェックしてみてくださいということで、以上になります。我々ね、メンバーシップもやってますので、ぜひチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。